サイフサイードシャヒーンはカタールの陸上競技選手である。現在はカタール国籍であるが、以前はケニア国籍であり、名前もステファン・チェロノという名であった。IOC のルールでは国籍を変更した後3年間は国際大会にその国から出場できないとあり、そのためシャヒーンは2004年のアテネオリンピックに出場できなかった。シャヒーンが2004年に ベルギーのブリュッセルにおいて記録した3000メートル、障害で7分53秒63という記録は現在の世界記録である。シャヒーンのトラックでの素晴らしい業績にもかかわらず、彼を最も有名にしたのは2003年にケニアからカタールに国籍を変更したことである。国籍を変えたことで受け取った金額は100万ドルとも言われているが、シャヒーンはこれを否定している。とりわけ、 ケニア政府ではこの国を捨てる行為に対し、否定的で大統領は2003年世界陸上選手権を前に公的スピーチでお金のために国籍を変更するような誘惑を拒否しようと述べた。シャヒーンに対し同情の声もある。3000メートル障害の元世界記録保持者であるモーゼス・キプトヌイは1968年から現在までオリンピックで たくさんの選手が走るのを見てきた。彼らはこの国に非常に大きな貢献をしてきたにも、かかわらず、現在彼らは人もまばらなところで、非常に貧しい暮らしをしている。と述べた。IOC 会長のジャック・ロゲは、選手が国籍を変えることについて、国や組織が金で選手を買いたがっていることが悪い、問題だと、心配していることを明らかにした。社品の行動は、 陸上競技の国際化が進んでいる象徴的な出来事である。彼の新しい国であるカタールは今までも多くの競技者を受け入れてきた。このように競技者を受け入れている国としてはバーレーンが挙げられる。過去、競技者が国籍を変えた例として政治的理由で南アフリカからイギリスに国籍を変えたゾーラバッドや結婚や移民として ケニアからデンマークに国籍を変えたウィルソン・キプケテルがいる。また、様々な理由で自国代表に選ばれることが難しいため国籍を変えた選手は多数いる。しかし、再度サイ・ーフ・シャヒーンは、これらとは明らかに金銭的な目的以外で国籍を変える、明らかなモチベーションが見当たらないところで違っていると言える。なお、日本の TBS は、社ャのキャッチコピーを 100万ドルで国籍を売った男としている。また、その取材メモによれば、写品の帰化に際しては、カタール資金で、ケニアに国際大会開催可能なスタジアムを建設することが条件に入っていた。ケニアとカタールが多方面で合意して、国籍変更が実現した。僕個人でできる問題ではない。それが新聞で公表されたら、 国民感情も静まったとの記載がなされている。この記事は以下のカテゴリでも参照できますステファン・チェロノに関するカテゴリ。ありがとうございます。